ジュエル。おめでとうございます。やりました。やったー、1位ということで。はい、あんな緊張してたのにめちゃくちゃ緊張してましたけど、どうですか？めちゃめちゃ嬉しいです。ね、本当に嬉しそうですね。はい、あんなに緊張してたのにすごい緊張してたので、すごいちょっと走っちゃったんで、ちょっとそれを今度は修正してこようと思います。第2位は、秋永凛花、ディアカラー。おめでとうございます。ありがとうございます。やりました。しょー飛んでる飛んでる飛んでる。体で表現するタイプ。はい、どうですかどうですか、今日今の気分は。いや、もう最高です。信じられない。ハッピーマモです。笑ってるで。ありがとうございます。あ、じゃあ準々決勝意気込みなど聞かせてください。やった意気込み、もうもっともっと爆発してぶっ飛んでいこうと思いますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。おめでとうございます。第3位は、ジェーン・レナ、 JK ポップ KJ ポップガールズ練習生。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。喜びを体で表現するタイプではないんですね。そうですね、ちょっと違いますね。でも嬉しいのは、嬉しいは嬉しいです。お、はい、この準々決勝に向けて意気込みはありますか？頑張りますもうこの静かな闘志のタイプ。ありがとうございます。第4位は、百瀬くみな、純粋カフェラッテ。おめでとうございます。どうですか？あ、ちょっとほっとしてます。ほっとしてる。あ、はい意外と静かに喜ぶタイプということで。はい、ありがとうございます。準々決勝に意気込みをお願いいたします。はい、7月末までまた時間があるので、もっといいパフォーマンスできるように頑張っていきますので、よろしくお願いします。はい、おめでとうございます。第5位は、中川翔子。おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか？一瞬ダメかなと思いました。でも滑り込み5位。はい、今の気持ちを。いや多分歌もダンスもまだまだ磨けるとかあると思うので、うん、次の準々決勝でしたっけ？準々決勝、準々決勝、はい、もっとレベルアップして、また進出できるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。の林玲奈です。今日の感想はすごい本当に緊張しすぎちゃって出だして走っちゃったので、今度はそういうミスを全部なくして最大級のパフォーマンスができたと思います。ありがとうございます。はい、ディアカラーの秋永凛花です。2位いただきまして本当にびっくりしております。皆様投票ありがとうございます。次回も、思いっきりぶっ放しパワーアップしてぶっ放していこうと思いますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。 KJ ポップガールズグループ練習生のジエレナです。準決勝に進めるとは思ってなかったんですけど、このまま頑張って自分なりにいいパフォーマンスを、次はもっといいパフォーマンスをできるように頑張ります。ありがとうございました。純粋カフェラッテの百瀬ふみなです。予選突破ありがとうございます。準々決勝もレベルアップして頑張っていきたいと思います。そして純粋カフェラッテの名前を一人でも多くの方に覚えていただけるようにしたいと思います。ありがとうございました。はい、中野サンプラザを目指すアイドル、中川翔子です。今回もギリギリ予選通過できました。準々決勝では、歌もダンスもさらにバージョンアップできるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。